私ね、最近思ったことがある。当たり前が当たり前ではないんだなって気づくときって、今まであった大切なものが不意にふとなくなったときを指すと思う。私にとってスンちゃんとロハンとの生活はセットみたいになってて、なかなかスンちゃんなしでロハンと丸々一日過ごすことってないけれど、突然この間その日が訪れた。Out of my comfort zone。 楽するだけではなく、これを機にいつも行かない場所へ行って、ロハンにいろんな景色を見せてあげよう。そう思って過ごした私とロハンの2日間。曇るに来ました。あれかな、なんかさ、おかまみたいになってるのかな、うん、そうそう、おかま夏、うん、ごめん地元ギャグやめよおかま、うん、おかま、うん、おかま、うん、おかま、どこ行くの？あ、やだ。お待たせ、涙出しちゃう。もう息切れしてる。重いでしょ。すごい。一回でもこんな重いの。どうしよう。けど、なんかこう、これはおかまでいいの？最高。I'm thinking of you. Wondering if you're thinking about me too. Now it's too late.ランチしに来ましたは。ここはこういうなんか宇宙船みたいなのが、うん、名前が宇宙船だもんね。すごい大昔だけど。Keeps on bleeding. I have scars. The ones that feeling. They're all there because of you. 関係つけてます。It's my fault. I messed it up and I should have.So much better. I miss you so bad. Won't you come back to me? I've got you in my head. You're all that I see. I've lost so much chances. I know that I am too late. I'm thinking of you. I'm thinking of you. I'm thinking of you. Wondering if you're thinking about me too.ママの運転どうだった？ロハン、ルーフもう今日めちゃくちゃ天気が良くて、
16度とかなのかな。春日和ですよ。だからいつも行く公園にご飯とか買ってます。時間になると結構充電切れっていう感じになります。ラハは元気？うん、元気だね。なんで顎でも前よりは体力の使い方が上手になったかなとは思います。うん、今日どうだった？ラハ
楽しかった？上手上手。うん。こんな感じで私たちのあっという間の2泊3日、体力的にきつい時もあったけど、すごく癒された時間でもあったな。パパの大切さにも改めて気づけた。ロハンと過ごす思い出が一つ増えた感じがして嬉しかった。私たちの2泊3日どうでしたか？難しさに面することで得る成長を、ゆっくりすることで生まれる心の余裕を、天気がいいな、お花が綺麗だな、ロハンの笑い声が可愛いな、たったそれだけで人って幸せになるんだなって、小さな幸せにありがとうが言えた、そんな時間、みんなにもこの小さな幸せが届きますように。